今回は二次三次の歌うまライバー8選を紹介していくぞ。二次三次は基本的に配信が中心のグループだけど、中には歌がうまい人もいるのよね。そうだな、普段の声からは想像もつかないような歌声を披露する人もいるから、そのギャップがより私たちを楽しませるんだぜ。うますぎてびっくりしちゃうことも多いわね。そんな歌うまライバーを厳選したので最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。まず最初に紹介するのは樋口楓さんだぜ。ファンからはデローンの愛称で親しまれている彼女だが、見た目と反した凶暴な性格や言動が注目を集めることが多いライバーだぜ。こんなに綺麗な見た目なのに怖い人なの？まあ個人配信を見に行くと、案外静かで少し年上のお姉ちゃんって感じだがな。そんな樋口さんだが、実は二次三次の中でも群を抜いて歌がうまく、ランティスさんからメジャーデビューも果たしているんだ。そうなのね、それはすごいわ。そんな彼女の歌がこちらだぜ。おお、パワフルながら輪郭がはっきりしたいい歌声をしているわね。メジャーデビューも納得の歌声だよな。リスナーからも、推しがメジャーデビューしたと思ったらアニメ歌手になった。クオリティもすごいし、シャウトから度肝を抜かれた。毎回思うんやが声の爆発力がすげえんだ。との声が上がっているぜ。まさに歌うま女王って感じね。ちなみに彼女は前述の性格と、この圧倒的な歌唱力から、歌のうまいジャイアンと呼ばれているぜ。言えてみようね。続いて紹介するのはレディエリファさんだぜ。彼女もまた二次三次屈指の歌のうまさを誇る人物で、普段は明るく元気な声で視聴者を楽しませているんだぜ。笑顔が可愛い女の子ね。どんな歌を歌うのかしら。そんな彼女の歌がこちらだぜ。お、歌声のパワーとハスキーなボイスが調和してるわ。そうだろ？彼女の普段の声からは想像もつかない歌唱力に、思わずこちらも痺れてしまうんだぜ。リスナーからも、歌枠で聞いたことあるしなぁと思ってたら予想以上にかっこよかった。原曲男性ボーカルだぞ。マジで好き、ほんと好き、何回聞いても好き。などの声が上がっているぜ。これは彼女の虜になっちゃうわ。続いて紹介するのは剣持東也さんだぜ。彼は基本的に雑談がメインのライバーだから、歌を披露する機会は少ないんだが、イベントや歌枠などで歌を披露すると、どれも好評なんだぜ。実際、4人組ボーカルユニットのロフマオのメンバーでもあるからな。なかなか見れないけど、歌唱力は機械値ってことね。そんな剣持さんの歌がこちらだぜ。これは確かにうまいわね。彼自身の個性みたいな歌が垣間見えるわ。ああ、デュエット相手の鏡隼人さんとの歌声の調和も取れているし、純粋に個人として見ても歌唱力が高いんだぜ。リスナーからも、剣持の歌い方色気あって急に惚れるからやめろ、マジで定期的に聴きたくなる、歌はうめえんだよな、などの声が続々と上がっているぜ。まさに殿下の宝刀って感じかしら。次に紹介するのは、現在では卒業してしまっているメリッサ金蓮華さんだぜ。卒業してしまったライバーだが、その歌唱力は今でも語り継がれている人物だぜ。卒業してもなお歌がみんなの記憶に残っているのね。それはすごいわね。そんな彼女の歌声を聞いてもらうぜ。マジャンのに俺飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に出しているだけ、ラート一つ商売道具に捨てるさ、そしたらベンジが愛に打つドリブ。これは確かに歴史に残る歌声ね。ああ、声がいいのはもちろんのこと、技術力も他のライバーとは一線を画すものがあるんだぜ。リスナーからの声でも、メリッサの声は唯一無二で、私の中で永遠に一番かっこいい大好きな声だよ。もっと早く知ってもっとこの歌声を聞きたかったな。しみるな大好き本当に、などが多く寄せられているぜ。この歌声がずっとみんなの記憶に残り続けるといいわね。
次に紹介するのは山神カルタさんだぜ。彼女も基本的に雑談がメインのライバーで、最近は遊戯王の配信を頻繁にしているから、その筋から有名になりつつある人だぜ。多彩な配信をしているのね。それでいて歌も上手いだなんて素敵だわ。ああ、彼女の歌声も二次三次ファンの間で話題になっているんだぜ。そんな彼女の歌がこちらだ。聞いていて落ち着く声をしているわね。ゆったりしているわ。そうだな。普段は元気でリスナーを笑わせるような山神さんが、歌を歌うとこんなにも透き通っていて、透明感のある声になるんだという衝撃が、ファンの心を掴んで離さないんだぜ。リスナーからも、山神のしっとり落ち着いた歌声を聞いてると、心が満たされていく。山神のいいところがぐっと詰まってる。カルちゃんの優しい歌い方大好き。などの声が上がっているぜ。私も魅了されちゃったわ。次に紹介するのは雨森さよさんだぜ。彼女も雑談がメインのライバー。なんだが、その内容があまりにもぶっ飛んでいて、ファンからはむしろ恐怖の目を向けられているくらいなんだぜ。どんな配信をしているのよ。とはいえ、歌声に関しては彼女にしかできない歌い方をするから大人気なんだぜ。そんな雨森さんの歌がこちらだぜ。なんというか、聞いていると心を揺さぶられるような歌声ね。そうだな、透明感のある声と聞きやすい歌声がマッチしていて、心に直接響く歌声になっているぜ。リスナーからも、すごいよさよちゃん、音楽なのに文学作品みたいだよ。夜より朝に聞きたくなる、澄んだ空気の中で、さよちゃんの水面に雫がポツポツ落ちてくるみたいな歌い方めちゃくちゃ好き。などなど、様々な声が寄せられているぜ。彼女の歌声に思わず夢中になっちゃうわね。続いて紹介するのは白雪智恵さんだぜ。彼女は二次三次の中でも大人な雰囲気を持ったライバーの一人で、他のライバーからもお姉さん的な扱いを受けることが多いぜ。確かに、妖艶な雰囲気を感じるわ。そんな彼女だが、配信だけでなく歌も評価が高いライバーとなっていて、白雪さんにしかできない歌い方で歌っているんだぜ。それがこちらだ。おお、確かにこれはそう簡単には真似できない歌い方ね。そうだろう？この低音ボイスと繊細な歌い方がファンからの人気が高く、彼女の歌ってみたは大盛り上がりなんだぜ。リスナーからも、ともえ姉様の力強く色っぽい歌声がハマりすぎててやばい。ともえ様の声ほんとセクシーなんだ、好き。これはまごうことなき女王様。などの声が多く上がっているぜ。彼女の長所を最大限活かした歌声ね。最後に紹介するのはシェリンバーガンディさんだぜ。この人はゲーム配信の面白さや企画力の高さが評価されている人物ではあるんだが、それと同時に歌ってみたのクオリティも人気のライバーなんだぜ。そうなのね、配信も歌も両方できるだなんてすごいわね。ああ、探偵のはずなのに声量が大きかったり、マインクラフトで壊れたパチンコの看板を作ったりとやりたい放題なんだが、それはともかく、歌声はとってもいいんだぜ。そんなシェリンさんの歌がこちらだ。絶望の雨は私の傘をついて湿らすな笑顔と心のリメン煩わしいわいつしか事の葉は取り枯れ切って事の身が私に濡れてる鏡に映り嘘を描いて自らを見失ったメイクパパッパラパパラパパパなぞなぞ数えて遊びましょうただったらたったらたったらなぜなぜここで踊ってるでしょう簡単なこともわからないわ果たしてなんだっけそれすら夜の手に脅されて愛のようにさよならも言えぬまま泣いたフォニーフォニーフォニー嘘に絡まっている私はフォニーアンタッチャブル
歌は確かにパワフルな部分と繊細な部分を歌い分けられていて、それでいて声の輪郭もはっきりしているからとっても上手なんだけど。何これ？私もわからん。なんだこれ。歌のクオリティが高いがゆえに、ミュージックビデオの意味のわからなさがより目立つんだぜ。リスナーからも、目を閉じれば神曲、歌はめっちゃ上手いんだけどな、画面はともかく歌は上手い、などの声が様々上がっているぜ。本当に、歌は極上なんだけどね。ちなみに、今紹介した動画はショート動画なんだが、このミュージックビデオのフルバージョンはなぜか存在しない。なんで？さて、紹介は以上だがどうだったかな？同じ歌が上手いライバーという括りの中でも、透明感のある声や、力強い声など、いろんな歌声があって満足できたわ。そうだな、二次三次は個性的なライバーがたくさんいるから、一重に歌うまといっても、千差万別なんだぜ。他にも歌が上手いライバーがいればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。